ワンチャンスフェス2024開催しまーす。よし、体調はよし、気持ちはよし、調子はゲーはい、ということで会場に、会場じゃない、臨時駐車場に着きました。はい、こんな感じでめっちゃ人が並んでます。今からフェス楽しんでいきます。パンおじさん、パン、パンおじさん行ってくるぜ。はよ、行くよ。おいよ、おお。どうですか、みくちゃん。暑すぎ。会場行きましたけど、すごいね。めっちゃ暑い。本当に暑い。マジ空調ファンかっつってよかったね。本当や、もう汗の逃げ、もう逃げが見える。楽しんでいきましょう。無理しない程度に。どうですか。まあまあ立ってる。暑い。光照らす心のコンパス、闇を切り裂け。孤独も悲しみも抱いた真っ暗な夜の雨はもう止んだ。誰にもきっとあるような恥かいて捨てた夢のかけらが目くらみそう。諦めなかったらどうなってた。おはようございます。2日目です。昨日はね、夜もね、帰りが本当にこうめっちゃ混んでたんですよ、人が。帰り着いたのが10時とかだったっけ。それぐらいにね、帰り着きまして、もうみんなバテてたんでね、近くのホットモットでご飯を買って食べて爆睡しました。もうそして今ですと、はい、いうところですね。2日目楽しんでいきたいと思います。昨日は本当にあれでしたね。もう僕は本当に Uber のタクヤがね、声が出なくなったんですよ。後半調子乗って声張りすぎてね、声出なくなっちゃって、僕はずっとそれが心配でしたね。大丈夫かなっていう、はい、まあ、大丈夫だってほしいんですけど、というような感じで今日はね、オンパチ小袋最終日か、ワンオク割り間と熱いタイムテーブルとなっておりますので、私楽しみたいと思います。ライブ映像がね、見せられないんでね、それは申し訳ないですけど、楽しんでいきたいと思います。では、ありがとう、込めて歌った、この気持ちに嘘はないと。おはようございます。声でか。2日目です。どうでしたか、1日目は。え俺楽しかった楽しかった。はい、楽しかったっすね。2日目昼の部からね、参加するんで。また撮れたじゃん。結構撮れるの。どこか楽しんでいきましょう。ういういっす。始まったばかり
教えて